ゾウだ、ゾウの国。バイクが来る、交通量が多い。まあいい感じの人がたくさんいそうですね。トムヤン君とか。日本にめっちゃ来てる電気屋さんで衝動買いするみたいな。怖そう。陽気。まあいい感じの人がたくさんいそうです。タイ料理スパイシーみたいな。トムヤン君とか美味しかったですよ。タイ飯とか屋台の料理がすごい美味しかった。パクチー辛い芋のイメージ。動物のイメージ。ゾウだよ。ゾウがゲイをしてね、チップを鼻でこう取りに来るの。川寺、私行ったことありますよ。良かったです。ゾウの国行ったことあります。3月ぐらい行ったら暑かったです。バンコク、あと安い。バッグとか洋服とかいろんなの買いました。暑い。日本の企業とか結構進出してるイメージ。日本人とも関わりあるのかなみたいな。アジアって感じが近いイメージはあります。バイクが来る、交通量が多い。ナマステってタイですか？違うね。インドじゃない。みんな川で水浴びてる。ナマステこんな感じで。カレー